おお、走ってくよ。また古い、また昔ながらなやつが走ってくね。あ、こっちの方面は高岡駅の方面なの。新能町電停前。わあ。先方面。あと500メートル先、右方向です。すごいよ。ここか通る。そこらあんなあれなの。すごいね。あのもうこの辺りはザですね。電停なんで。プルタイとかもちょっと歩行者とかね気をつけないとねいけませんからね。よし。右方向です。右？なんで？どうすればいいんだ。どうすればいいんだ。わかんねえ。左方向です。続いて右方向です。よし、わかんねえ。およそ150メートル先、朝日が丘電停前を左方向です。すげえ後ろから電車乗ってくる。左方向です。これが朝顔が出ても左方向。左方本当に本当に左方向です。続いて左方向です。本当に本当に言ってる？右方向です。続いて左方向です。はい、右方向です、はい。続いて右方向です。右方向？何を言ってんだこいつ。何を言ってるんだい？何を言ってるんだい？左方向です。続いて左方向です。左方向？やってくれたねこれ。左方向です。右方向です。はい。右方向です。右？続いて右方向です。どこ出すんだよ。はい。はい。はい。え？向きだぞこれ。何？あなた何を言ってる？ああ、つまりエクストリーム U ターンね。つまりエクストリームで U ターンをしなさいとあなたは言いたいのですか？U のルートちょっと。そして雨降ってきたね。嫌な天気だね。あれ、さすがあれ結構曇ってきたね。ねえ。あれ、あれ良くないんじゃないかな。これはあんま良くないんじゃないかな。
Mm-hmm.